皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永清です。重大発表を2つします。じゃじゃん。ということでいきますよ。もう今日情報解禁日ということでしてね、いきます。じゃじゃん。もう重大発表を2つしちゃいます。1つは2月25日発売、ジョイが教える性の取説、表紙パックカバーが出来上がりました。イエーイ、ありがとうございます。そして3月6日出版記念公演、オンライン公演を開催することが決定いたしました。ありがとうございます。ぜひですね、オンラインで行いますので皆様のご参加をお待ちしております。これですね、ジョイが教える性の取説、これね、2月ね、もう正月ですよ。1月1日にこの本出します、新刊ですって言ったのは良かったんですけれども、非常に解説が早かったんで、公開が早かったので表紙が間に合ってなかった。なので2月25発売なんですけど、とうとう表紙ができたわ。みんな見てくれる？ということで、さっきのね、デリケートゾーンのお話、そういうマッサージであったり、エストロゲンの効果であったり、皆さんが悩んでいるセックスがマンネリ化してきちゃった時にどうすればいいんだろうとか、中高年においてどのようなしたら性交痛を感じず、そして満足がいく、そして相手が満足してくれるかな、そんなセックスができるようになるかを分かりやすく書いた本です。いきますよ。じゃじゃん。はい、これです。性のトリセツ秘密の処方箋、2月25日発売、角川さんから出版させていただきます。富永清初めてのセックスバイブルとなります。イエーイ。はい、ご覧ください。これがですね、書店にガガガガガッと並んでいただきたい。イエーイ、よろしくお願いします。これね、この表紙、あとね、もう本当に今までね、ちょっとね、だって私本気で手書きだったんだよこれこれを1月1日から引っ張ってだろうね。もう角川さんの富永ペインクリニック院長、富永清、2月25日発売。でもこれ見たら結構うまく書けてない？ダメ？イメージだったんだけど。こうやってね、もうやってね、皆さんにね、告知しておりました。これ Amazon でですね、今ご予約いただきますと、予約購入者限定の特別動画の方がですね、予約購入の方限定の動画もありますので、ぜひ先行予約していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。角川さんから1300円で発売となります。これ後ろの方も見ていただくと、こういうことを書いてますっていうね、正しくメンテナンスしないと性器が劣化するみたいなね、痛み、匂いの処方箋どうしたらいいんですかとか、加齢によるホルモンってこうなるんですとか、自宅でできるデリケートゾーンのケアはこういうことですとか、もっと楽しむセックステクニックはどんなことがありますか？とか、今回はですね、フェラチオとかですね、正常位、中高年がもっぺん基本に帰ろう、正常位とかね、まあ、気丈位も書いてかな、当たり前だけど、後輩位も書いて、痛くない後輩とか、ね、そういうのをですね、楽しく、わかりやすく書いてみました。ちょっとしたテクニックですよ、ほんと。でも中高年になってきてマンネリ化してしまうのは人間の動物的な本能として通常だと思う。だけれども、それをどのように愛として伝えるか、そしてそのマンネリを解決するヒントは、決して高いお金を払わなくてもこうやってやるといいよとか、一から見直すセックスですとかね、そういうこともお話ししています。で、それから筋肉とホルモンの関係、人生100年時代、性の健康術、こういうことについてお話をしています。ここの秘密の処方箋のところに書いてある私の顔写真なんですけどね、これね、今年撮ってきた写真なのよ。で、これは何をしたのかっていうと、今まで私本をね、20冊以上出してきているんです。で、20冊以上出してきてて、累計がもう62万部超えてます。なんですけれども、この女の人の著者、女性著者って何が問題になってくるかっていうと、著者の書影っていうんですけれどもね、この女の人の顔っていうのを書くときに、やっぱりね、若くて美人じゃないと、なかなか、それも肌が綺麗じゃないと、それも大きく売り上げには影響するんじゃないかと考えられています。
なので私実はこの出版した5年間はですね、5歳年を取ってもですね、同じ写真使ってました。告白ごめんね。だから5歳若かったのよ、ずっと。いや本当のこと言うと6歳かな。だけどここで6歳若い写真をここに使ってもよかったのよ、今年撮った写真じゃなくてね。でもこのね、性の取説っていう本に関しては、今年の今の私の顔じゃないと意味がないと思ったのよね。なんでかっていうと、私が中高年になって、この中高年の私が、中高年がどんなセックスに悩んでいて、どんな更年期の悩みがあって、どういうことが辛いんだっていうのを中高年の今の私が伝えなくてどうするんだ。だから性の本質っていうのは今を生きるってことじゃないのかって思ったから、今を生きるんだったら今の写真で勝負だと思って、今年ね1月に撮ってきたんですよ、松山の写真館。こんな風になってます。なのでこれまでの本より一番おばちゃん臭いです。当たり前です、一番年取ってる時に撮ったんだ。でもそれが本当の今を生きて、今の自分とどう折り合いをつけてどう生きていくかっていうことを反映してるんじゃないかと思うんですね。なのでこの本の性の取説に関しては、表紙のカバーは Now、 今日の私、あでも1ヶ月経っちゃったけどごめんね。でもそういうふうな、ね、考えを持ってこの写真を出しています。ぜひね、Amazon でご予約いただけると嬉しいです。性の取説です。ジョイが教える性の取説、ぜひ角川さんから出ていますので、ご購入いただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。そうですよ皆さん、今生きている今この瞬間が人生の中で一番若いんですよ。だから今の自分を認めなければ明日の自分は生まれない。そして明日の自分より今日の自分が若かったってことに気づいた時にはもう遅い。だから今日今一番若い。もちろん若さだけが全てじゃないよ。で、若さだけが全てだったら、私たち生きてたらさ、もうすでに生きている負の遺産じゃん。だとしたら私たちの生き方っていうのは、昨日より今日っていうのは、若さも大事、若さに価値基準大事だぜ。だけれども実際それだけならば失う一方の人生になるでしょ。だから今日できること、今変えられること、そっちの方がずっと大事なんじゃないかなっていうところにね、気がつくかどうかっていうのが人生の後半戦、特に更年期以降の生き方、生き様を変えるヒントになるんじゃないかなと考えています。ですからこの本どうぞ Amazon でご購入ください。よろしくお願いいたします。でですね、先ほどのじゃじゃん2つ目の発表でしたね。3月6日出版記念オンライン講演会開催決定ということに、ね、なってます。なのでこちらの3月6日出版記念のオンライン講演会の方は、 Amazon でご購入いただいたこのねコードっていうのがあるんですね。13時からなんですけれども、ご参加には Amazon でご購入いただいた返信メールに記載された注文番号を記載してお申し込みいただくようになります。後ほど公開いたします。ですからぜひ Amazon の方でご購入いただいて、この注文番号をちょっと保管しておいてください。後ほどですね、こちらの無料の講演会なんですけれども、参加方法のところにちゃんとホームページを載せるようにします。よろしくお願いします。盛り上げていきましょう。あ、そう、さっき言われたんですよ、ちょっと注文番号ってどこにあるのっていうの、Amazon でご予約いただいた時にですね、こちらのところにですね、 Amazon でのご注文という返信が来ます。 Amazon でね、注文されます。そうするとそのメールのところに Amazon って書いてあるのの上のところに17桁の番号、そして〇〇様、ここに、富永清様とかってあるんですけれども、ここのところのこっち側にですね、で注文の確認、注文番号17桁の番号、青い文字で書いてます。こちらの方が講演会への参加コードとなります。ぜひですね、Amazon の方でご予約いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。今日はこの本の発表でしたから、ぜひこちらの方 Amazon でご予約ください。そして Amazon から送られてきたですね、その商品コードの方をですね、またこれからご紹介するホームページの方に貼り付けていただきましたら、そちらの方から出版記念講演のURL の方をお送りしたいと思っています。
ということで、今からまた医師業務に戻らせていただきます。